こんにちは、ティラミスです。今日もスカイリムプレイしていきたいと思います。で、前回の後ね、何をしていたかというと、この次の目的地がですね、この川沿いに谷を越えた向こう側にあるんですね。この、ここ。イバルステッド。で、ここへ行くのに馬が欲しいなと思っていたので、このホワイトランを中心にして、いろいろ散策したりして、小銭稼ぎを頑張ってました。で、お昼は散策して、材料とか宝箱探したりして、日が落ちてきたら町に戻って薪割り頑張りました。というわけで今無事馬を入手したので、馬旅ですね、行きたいと思います。で、今のメンツなんですが、リディアさんと、このおじさんですね。この谷を越えたところの、この、エルダーグリムという聖地にお使いを頼まれていて、そこにも途中で寄ろうと思ってるんですが、そこの聖地巡礼を一緒に行きたいということで、三人の旅になっています。で、ちょっとこのおじさんがね、武器を持っていなくって、武器を持たすこともできなくって、なんかちょっと私の勘としては、不思議属性がついていない気がするので、できるだけ戦闘は避けてね、聖地行くまでは、もう、さっさと行くという感じで、進んでいきたいと思いますよ。さあ、ついに川を越えます。おー、いいね。雰囲気が。おー、すごい綺麗ですね。なんか正面にでっかい橋が見えます。出てこなくていいから、おじさん戦わないで。あ、おじさん、あ、武器を手に入れた。あ、頼もしい。それでいいよ。じゃあもうみんなで頑張ろう。私昔ね、バックパッカーやってたんですよ。で、女一人旅やからね。まあやっぱり身の安全が一番大事やから、こう、宿を中心にして、太陽の昇ってる間は、まあ公園とか行ったりして、人と話したり、あとまあ美術館とか見て回ったりして、で、日が落ちたら、こう、宿に戻って、本を読むみたいな。で、あと他のバックパッカーと情報交換したりするみたいな。そういう感じで旅行してて、今回ティラさんをスカイリムでプレイして、同じように、まあ夜危ないから、お昼は街の外に出て、
夜になったら、城壁の中に戻るみたいなのしてて、なんか、ああ、ほんまに旅人っぽいなーって、一人で思ってました。勝てると思ったら大間違いよ。すでに何回かやり直してますが、隠密で行って乗り切れるかなと思ってやり直しています。来てる？おじさんは？おじさんどこ？ああ、いたいたいた。このままそろーっとそろーっと。お前のゴールドを数えるのが楽しみだ。大丈夫？行くよ。あ、はい、やりましょう。あ、おじさんね、まだ生きてるね。殺さないで。もう私たちをそっとしておいて。勝てると思ったら大間違いだ。私が直接行こう。動くな！おじさん。もうお前の負ちょっと。ただじゃ置かないわ。なんかおじさんが武器を取ってからすごい積極的になってくれて、でも頑張りすぎないでみたいな。ああ、もうあとちょっとで死にそう。しかしよくやったぞ。またおらんようになってるやん。もうほらそこ、横道それない。どうしたん？どこ行くん？ちょっと、もう、誰に反応してんの、もう。ちょっと、あ、ちょっと、ああ、もう。
もうやつは私が倒すから。みんなは手を出さないでね。さっきの敵や。こっちは味方ですよ。あ、ごめんなさい、すいません。おっちゃん、これでいいやろ。もう次行くで。ほんま、引率の先生大変やで。戦わないでね。みんな戦わないでね。変な人は無視するんですよ。お、この対岸が目的地なんではないでしょうか。おい、ちょっと、おい、モーリス君何してんの。モーリス君はもしかして泳げないの。泳げるでしょ。泳いで。はいはいはい、1212、はい、オッケー。こっちかな？エルダーグリーム水域。ちょっと、洞窟だよ。中に何があるの？はい。目的地まで来ましたよ。やっと来ましたよ。中入りましょう。お。すごい。こんなのは見たことがないわ。なかなか幻想的な場所来ましたよ。モーリス君、これが君の目的地だよ。話せ。ちょっとその態度はないんじゃない。私頑張ったよ。やあ、とも、私と同じようにこの美しい聖域の光景と音を楽しむために出てきたんだ。実に素晴らしい。そうですね。こんにちは。エルダーグリーム聖域にようこそ。何か質問があるならアスタも。おい、あ、これがこの聖なる木かな。おお、綺麗。すごい綺麗ね。あ、お姉さん。火山のツンドラ帯みたいに荒れ果てた場所にこんなに美しいものが存在できるなんて驚きだわ。こんな美しいものを世界に与えてくれるキナレスを称えるわ。あなたはエルダーグリーム聖域にいる。キナレスの与える美の小さなきらめきの場。素晴らしい場所でしょ。そうですね。そうよ。でも私の覚えている限り近づけた者はいないわ。うん、見ての通りよ。エルダーグリームの根は大きくて遠くまで伸びているから幹に近づけないの。なるほど。信じられないかもしれないけど、エルダーグリーム自身が敬意ではなく恐怖を感じるあまり根を持ち上げるっていう武器の噂があるの。うん、
そう、私、樹液を持って帰るように言われていて、で、樹液を取るための特別な武器、剣を持ってるんですよね。噂は本当だったのね。お願いだから木を傷つけないで。ろくなことにならないわよ。ほう。どうすればいいんだろう。とりあえず行けるとこまで行ってみましょうか。これ樹液はやっぱり幹のとこまで行かんとあかんのかな。根っこからとかやったらあかんのかな。あー、そういうことね。こう嫌がって根を上げるから上に行けるみたいな。心臓の鼓動が聞こえるようだ。連れてきたぞ。そんな乱暴な女とは知らなかった。この聖なる場所で一体何をしようというんだ。ギルダーグリーンを回復させる樹液が欲しい。ホワイトランにある不純な切り株を回復させるためにキナレスの輝しき脅威を冒涜するというのか。それは忌むべき野蛮な行為だ。関わりたくない。何をするつもりか、なぜ教えなかった。 なぜ聞かなかった。もっといい考えでもあるのか。ああ、そうだな。考えがある。聖堂の木は直せないが、新しい木を持ってくることはできる。ほう、何か考えがあるのか。ついてこい。手を貸すようあの木を説得できると思う。へえ。え、何、ここへ来ておじさん引率みたいな。あ、はい、お願いします。エルダーグリームが苗木で祝福してくれた。ホワイトラインへ持っていけ。自然の本当の素晴らしさは闇雲の保全ではなく、その再生にあるということをダニカは理解したくなるはずだ。おお、そして最後に名言を残すという。協力に感謝する。友よ、礼などいらない。キナレス直々の愛を宿していることを羨ましく思う。旅がうまくいくよう願っている。キナレスの風に乗って甘い香りだけが届くように。心臓の鼓動が聞こえるよ。おじさん、ありがとう。めっちゃ可愛い苗木。はい、大切にします。よし、じゃあ今回の実況はここまで。ご視聴ありがとうございました。ティラミスでした。